シグ SG550 とステアアウガニ双方の重口から断層までの長さに注目するとブルパップ式であるオーガストが重心長を通常の小銃とほぼ同じ長さに保ちつつ全長を短縮していることがわかるブルパップ方式とは銃器の設計においてグリップと引き金より後方に断層や機関部を配置する方式である。なお、カタカナ表記のブルパップは誤りである。 ブルパップ式のスフとヒブルパップ式の SVD の比較。ブルパップ方式を使った銃の始まりは1901年、イギリスで開発されたソニークルフトカービンだという記録がある。ソニークルフトカービンは、当時のイギリス軍正式小銃、DM フィールドとの比較試験が行われ、全長と重量を抑えたものの、強すぎる反動や、得意な形状による構えづらさで不採用に終わっている。 第二次世界大戦以前から、軽便さを重視する機兵などの間で重機の小型化には需要があり、重心を短縮するという方法が取られていた。重心の短縮は、加工や設計変更が容易な代わりに、初速が下がり、射程や威力が犠牲になるなどの欠点があるが、持ち運びやすさを重視する陛下に特化した、カービンペルーベルディ・ポーランド・フィンランド・マレーシア、 南アフリカ共和国アメリカ合衆国ベルギー P90 イスラエルアメリカ合衆国ケルテク RFB ドイツアメリカ合衆国ロシアドイツハンガリードイツアメリカ合衆国南アフリカ共和国ロシア大韓民国ドイツアメリカ合衆国ありがとうございます